はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で今コーヒーの事業をされていらっしゃる石山さんにお越しいただきました。早速なんですけども自己紹介していただいてもよろしいですか？はい、元 JICA 協力隊東ティモール隊員の現在バックルコーヒーというコーヒーの事業を行っております石山俊太郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、ちょっとお聞きしたいのが、はい、そもそも国際協力とか海外に興味を持ったきっかけってどっからだったんですか？大学2年生の時なんですけれども、はい、海外に行ったことなくて、初めて行った海外がアメリカのサンディエゴに1ヶ月間行きまして、はい、でその時に夜クラブに遊びに行こうということで、はい、南の方に陸路で行って、はい、ちょうど近くにメキシコのティファナという地域があったので、はい、そこに夜中行ったんですね。そこ行った時に陸路で国境を渡った瞬間に、小学校低学年ぐらいの子供たちがボールとか持ってグワーッと集まってきて、はい、ジャグリングとか始めたりして、うんうん、なんだなんだと思ってたんですけど、終えた後にはいお金ちょうだいっていうようなことがあって、はい、こんな小さい子たちがこの時間にこういうことしてんだっていうカルチャーショックじゃないんですけど、うんうん、そういった経験をして、アメリカっていう地域とメキシコのティファナっていう地域でこれだけ違いがあるんだっていうところを知ったのが一つのきっかけでしたね。なるほど、ありがとうございます。じゃあそこからそこの文化の違いというか、はい、全然価値観が違うっていうところに気づいて、国際協力とか海外に興味を持ったってところあると思うんですけど、はい、大学時代はそれ以外あんまり海外には行ってなかったんですか？4年生の時とかに旅行で2週間とかでアメリカ行ったり中国行ったりインド行ったりっていうことはしてたんですけど、はい、そんな長期で行くとかそういった自らどんどん触れていくってことはそんななかったですね。あ、そうなんですね。実際大学生の時は何学部だったんですか？経済学部です。あ、そうなんだ。その時は海外は面白いなって思いつつも、大学の時にすごい注力してたこととかってあるんですか？大学の時に注力してたのはアルバイトですね。何のアルバイトしてたんですか？宅配寿司のアルバイトしてたんです。宅配寿司？そうなんですよ。それを4年間すごい面白いやってまして、え、その後大学を4年終えて卒業するわけですよね、はい、卒業した時はどういう選択肢に行ったんですか？卒業した後は広告代理店に勤めまして、うんうん、そこで2年半ですね、うんうん、営業職として勤めてました、はい、なるほど。実際大学卒業から広告代理店っていうところに進むと思うんですけど、いろんな業界を受けた中の広告代理店だったんですか？業界は結構絞ってました。広告代理店とかコンサルティングファームとか、あとはまあ業界というよりは興味がある会社をそれぞれ受けるといったような感じですね。なるほど。ちなみに広告代理店の面白さというか、その時なんでそれが面白いって感じてたんですか？もともと社会人になるにあたって大事にしてたのが、将来自分で独立したいな、事業やりたいなっていうところがあったんですね。あ、そうなんですね。でその中で社長と一緒に仕事のできる環境ってどういった環境なんだろうなっていうところを考えた結果、広告代理店はマーケティングの側面で社長さんとご一緒になる機会が多いかなっていうところで選びました。なるほど。そっか、だからそのある企業の広告っていうところを売っていくにあたって、その商品のコンセプトとかも含めて社長さんと話す機会もあるかもしれないっていうのを前提に、それだったらじゃあ広告代理店ありだなっていうところを考えてたってことですね。そうですね。うん、なるほど。実際じゃあ大学の時にイメージしてた職業のイメージあるじゃないですか、はい、実際入ってみたらどうだったんですか？入ってみたらそのイメージのよりすごい版といいますか。あ、そうなんですね、はい、働く時間とかで言えば人それぞれなんですけど、僕はすごいやりたかったことなのですごい自分の時間も使って、うんうん、社長さんの事業を支えるにあたっての右腕になるっていうところで言うと、右腕になれたかなれてないかはちょっと分かんないんですけど、うん、ただ考え方とか勉強させていただくっていう機会はめちゃめちゃ多かったので、うん、あ、ここまでやってるんだとか、うんうん、そういった発見っていうのはすごい多かったですね。なるほど。そこは想像以上のポイントでした。なるほど。なんか一番印象に残ってることって何かあったりしますか？一番印象に残っていることは、都内での仕事と地方出張があったんですけれども、うん、地方出張の際にそれは一つの番組を作ったりするっていうのを長期的に関わらさせていただいて、はいはいはい、で実際に退職した後もその方々とは関係性を持たせていただいて、ずっと東ティモールに行くタイミングとかもずっと関係性を持たせていただいているっていうことが、うん、そうなんですね。まあ、その方々に限らず複数いらっしゃるので、うん、まあ、そういったところでは仕事としてお付き合いをした後、人としてのお付き合いを今でも続けさせていただいているっていうのは、ちょっとプロモーションからは外れてしまうんですけれども、すごいありがたいことだなと
確かに、なかなか仕事の場で一緒になるけど仕事が変わっちゃえば疎遠になっちゃう人たちもやっぱりいるわけじゃないですか、はい、そういったところ関係性構築はずっとできてたんですね。そうですね、ありがたいことに。なるほどね。実際広告代理店がやってる業務ってプロセスで聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、どういう感じで仕事は回っていくもんなんですか？案件によってまちまちなんですけれども、例えば紙媒体を使ったプロモーションをやりましょうってなった時に、まあ、コンセプトだったりそのテイストだったりとかどういったものを使うのかっていうのをそのミーティングで決まっていきましたってなった後に、うん、例えばそれをじゃあ実際どういったものなのかっていうのはその文字面だけじゃわからない部分もあったりするので、その関係各所に話を持っていって、実はミーティングでこういうのが上がりましたと、実際に先方のクライアントの方々にもっとイメージを沸かしてもらいたいのでこれのデザインのラフを作ってもらえませんかっていうのを今度デザイナーさんの方に持ってったりとか、あとは実際この考え方が合っているのかっていうのを確証を高めるためにマーケティングの部門の人たちに話を持っていって、それの裏付けとなる情報を集めてもらえないかとか、自分が営業としてハブになりながらそこで必要な部門の人たちに助けてもらいながら次の階段を上っていくっていうようなプロセスですね。なるほど。実際じゃあそのデザイナーさんとかって広告代理店の社内に持ってるもんなんですか、それとも業務委託で契約して外注させてるような感じなんですか？僕がいたところでは持ってました。ああ、そうなんだ、はい、確かにそれだったらいいですね。そうですね。ただその案件によっては、はい、そこにめちゃめちゃ強いフリーの人に入ってもらったりとかっていうこともあります、うんうん、ピンポイントで一部分だけ入れて、そうです、そこをガッと進めてもらうみたいなところはあるってことですね。実際一番辛かったこととかあります？プライベートで、うん、僕スノーボードが好きなんですけど、はいはいはい、スノーボードに行ってゲレンデに行ったんですけど、予期せぬトラブルが発生してしまって、はい、リフトの目の前でずっと電話を続けて、はい、最終的に一回も滑れず帰ってくるっていう。やばやば、ちょっと待って、リフトのところでずっと電話してた。ずっと電話してました。上に上がっちゃうと電波が届かなくなっちゃうので電話ができなくなっちゃうので、はい、ずっと下にいました。あの片足だけはめてるやつでしょ。そうそうそうそれは本当に緊急だったんですか？それは緊急でしたね。なんか広告とかのところで一文字ミスってたみたいな、そんなレベルですか？ミスってたというよりはお正月の風物詩で走るイベントがあるじゃないですか。そこのところで本来流れる予定だったものが実はいろいろな取り決めで流れなくなるっていう情報が入って、それはクライアントの方にお伝えしないといけないので、そこが流れなくなる想定っていうのは僕らはちょっとできなかったので、それはそういうことなのでっていう話をするんですけども、お客様としても納得はしにくい部分もあるじゃないですか。まあそうですね、まあ、納得していただくのには僕自身納得するのにも時間がかかったっていうのもありますし、お客様も同様に納得するのに時間がかかるので、そこはリフト下でお電話でお話しする時間は、うわきっ、しかもそれ間に挟まれてますもんね。そうです。理由まず聞いて自分が納得してからお客さんに話さないといけないけど、お客さんからはどんな質問が返ってくるか分かんないから自分で答えられなかったらもう一回聞かないといけないし。そうです。電池大丈夫でした？電池大丈夫でした。そこはすごいですね、さすが営業マン。そうですね。まあでも総合的に考えてみて、はい、自分としては広告代理店やっててよかったと思いますか？やっててよかったですね。何が一番身につくものなんですかね？基本的に商品サービスの出来上がるタイミングとか、まだリリースする前のところから触れているので、商品ってどういうふうに作られていくのか、サービスってどういうふうに作られていくのか、どういうふうに考えたら必要な人に届くのかっていうところの全体のプロセスを俯瞰して考えなきゃいけなかったので、そういったところを見れるようになったっていうのは一つ大きいかもしれないですね。確かにそういうプロモーションのところって普段僕たちは目で見ることが多いじゃないですか、はい、ただ裏で何やってるかも分かんないし、はい、そういったところがちゃんと見れるっていうところもあるし、はい、そういったところを含めて身についたってことですかね？そうですね。あ、面白いですね。ありがとうございます。まあ、この動画では今大学卒業して何をやってたかみたいなところも含めてお話をお伺いしたんですけど、はい、次の動画では石山さんがその後 JICA 海外協力隊で何をしていたのかっていうところをお伺いしようかなと思ってます。はい、はい、じゃあ本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。